タピオカの仕込みをしますよ。パパと思った。なになに、なんて言った今。で、これ何？タピオカです。そう、タピオカです。今度はね、結構粒が大きいと思うからね、この間のよりは美味しいのができると思う。スーパーで買ったんです。そう、スーパーに売ってたんです。おお、すごいね。カリ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 、こんな感じ。匂いする？え？匂いするかも。匂いする？どう？いや、匂いはあんまりしないね。これにお水を入れて、うん、朝まで置いとくからね。タピオカです。なんか割れてる。あ、みなさんこんにちは、ねねです。キキです。今回はタピオカドリンクを作りたいと思います。イエーイ。タピオカドリンク作りたいんだいます。イエーイ。なんかタピオカ割れてますけど。割れてる？なんか割れてる。昨日浸したタピオカ、ちょっと見てみようか。うんうん。食べてみて。うわぁ、なんかちょっと割れてるやつもあるじゃん。あ、本当だね。何が割れてるの？これちょっと、わけわかんないですか。どこにすごいよこれ。うわ、なんか、お祭りのキャラクターの飴の匂いする。飴の匂いする？甘い匂い？うん、甘い匂い。あ、本当だ。甘い匂いがする。食べてみたい。せーの。じゃあ、お、あれ白い。お、グレーっぽいなんか。よし。なんか可愛い。でも食べて、ちょっとグレーっぽいね。食べたい。よし。ぐつぐつなってる。湯が沸きました。タピオカ茹でてきます。かわいい。ね、カメラで見て。よし、いいかな。じゃあ流します。あー、食べる。プルプルだわ。ゼロくんなってんじゃん。小豆みたい。小豆茹で上がった。タピオカ投入。ぷよぷよボール。ボロ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 。すごい。おお、すごい。ぷよぷよボールだ。じゃじゃーん。タピオカ食べます。何個か全然取れない。すべっこ。なんかお久しぶりに食べるけど、味はあんまりないの。あんまりない。うん、甘みはそんなないから、さっきの匂いみたい。昨日も食べた？うん。あ、すごいじゃん。うん、いつも食べないね。まあまあ。でも美味しいよ。スマホ1個いただき。いや。この間も全然タピオカじゃなかったからね。もちもちじゃん。うん、じゃあタピオカドリンク作っていきますよ。はい。はい。じゃあまずタピオカを投入。好きな分入れてください。お店みたいにしよう。うん。お店みたいにするのね。キキはマックバーガーと、うん、マックに食べようか。マックバーガーモスバーガーとマックが混ざってる。うまい。弱なんですよ。ドゥルルルルルルル。粉も、うん、キキどんぐらい入れる？ドゥルドゥル。粉も、もっと飲める？ドゥルドゥルドゥル。うん、なじゃあ同じぐらいずつめっちゃ食べてる。よし、今回のジュースはじゃん、カルピスウォーター。はい、じゃあ開けてください。はい、キキもカルピスでいいよね。うん、痛い。あ、痛い。開いた。ワンワンワン。牛乳みたい。いいね、いいね。キキはい、牛乳みたい。牛乳。さっきも入れるかな。なんかミルクタピオカみたい。よかった。
ミルクタピオカみたいだね、ババダッカ。すごい、かわいいじゃん。そう、うん、ミルクにタピオカみたいな、かわいい。よし、いいんじゃない、こんぐらいで。あら、ベビータッピー。お、今回はキキも飲んだね。水も入った。成功。どうキキ、私カルピスだけしか飲んでない。でもカルピスは美味しいでしょ。こうやってタピオカ出るかな。お、来た。あれ、戻した。はい、いけ。お、入った入った。どうキキ、いい感じ？やみやみ。このタピオカ今まで一番だな、ほんと。なんでやねん。ごくごく飲んでおります、今回は。ちゃちゃちゃ出た、タピオカ出た。あのキキがさ、タピオカのジュース吐き出したの懐かしくない？うん、初めてのタピオカ飲んでみたいと思います。オレンジジュースだね。みんなも作ってみてね。バイバイ。よかったらタピオカも作って、好きなサイズに作って、ジュースも好きなように。バイバイ。タピオカジュースのストローも好きなように。ゴスキー。これないように。